いけばな小原流香川西支部は、5年ぶりとなる坂出地区花展、花香るを坂出市民美術館で開催しました。初夏の訪れらしく、緑滴る美しさに包まれる会場には、19日日曜日にも多くの人が訪れていました。出展数はメンバー27人による54作品です。花の輪、人の輪を広げていきたいとの思いで、みんなの花展をテーマに掲げています。桜が終わり、楽しい初夏の雰囲気を出したいなと思って、作品を皆さんで考えて作りました。今の時期ですと、はい、どのようなこうお花が題材なんですか？やはり花きつですね、花きつばた、菖蒲、そういうお花が中心になっております。それから正面にも入っておりますけど、琵琶が実ってくる、実るって素敵ですよね、何事もね。そういうふうに実ってるお花も使っていって、もう春爛漫すぎてますけど、それに負けないように会場いっぱいにしていきたいなと思って、会員一同頑張ってさせていただきました。皆さんはお花流ってことなんですけど、はい、お花流というのはどのようなこうお花を、はい、お花流は、もう全部まあ言ったら池の坊から出ておりますけど、お花流の初代法雲仙、雲仙先生がなさられた水盤に盛るお花、それまでは壺に生ける花だったんですけど、盛るお花を、盛り花を中心に明治の初期に外国から取り寄せたお花なんかを生けるようにして、だから花留め、剣山とかそういうものを作られたのが小原流の初代のお家元さんです。お花って次々と今言ったように季節ごとに変わってきますから、生けるお花がね変わりますから、もう1年間ぐるぐる回って楽しいお花を皆さん生けてお勉強しております。やはりもうこう自然を見れながらですね、はい、するのが皆さん楽しみなのかなと思いますけど、はい、やっぱりこうお花の魅力というのは何でしょうか？もうお花からね元気を、もう私いつも思うんですけどね、お花から元気をいただいてね、もう本当におかげで私自身指導者としてもよかったかなと思い、皆さんもねそういうふうな思いでお花から元気いただき、お勤め帰りの人もお仕事で大変ですけどね、お花に向かってる時は無心になっていけてますのでね、それが本当に癒されていってるんじゃないかなと思って喜んでおります。